ペズーエル郡はアメリカ合衆国イリノイ州の中央部に位置する郡である。発音はタズーエル郡の方が近い。2010年国勢調査での人口は 135,394 人であり、2000年の 128,485 人から 5.4% 増加した。郡庁所在地は北京市であり、同郡で人口最大の都市でもある。住民の大半は、郡西側境界に沿い、ピオリア市の郊外とベッドタウンに住んでいる。テーズーエル郡は、ピオリア大都市圏に属している。テーズーエル郡は1827年に、ピオリア郡から分離して設立された。郡名は、アメリカ合衆国上院議員を務め、1834年に、バージニア州知事になったリトルトン・テーズーエルにちなむとされている。しかし、バージニア州のテーズーエル郡の名前の由来である、同州で著名な政治家ヘンリー・テーズーエルにちなんだ可能性もある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、郡域全面積は 657.94 平方マイルであり、このうち陸地 648.97 平方マイル。水域は 8.96 平方マイルで、水域率は 1.36% である。主要高規格道路空港群内には、下記の公共用途空港がある。近年、郡庁所在地である、北京市の平均気温は1月の華氏14度から7月の華氏86度まで変化している。過去最低気温は1984年1月に記録された華氏27度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された華氏113度である。月間降水量は1月の 1.50 インチから5月の 4.17 インチまで変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。テーズーエル郡は下記19の郡区に分割されている。ありがとうございます。